So find that I really wanna make you mine.加計学園問題をめぐる閉会中審査、前川前次官は初めから賭けありきで進められたとの認識を示す。依存症対策で大勝ちを抑制、パチンコの出玉これまでの3分の2に。築地再開発なら採算が取れない恐れ、豊洲市場の観光拠点を運営する会社が撤退を検討。日本海で違法操業の北朝鮮籍とみられる船舶、水産庁の船に銃口を向けていたことが判明。収入が高い一部の専門職を労働時間規制の対象から外す残業代ゼロ制度、連合が事実上の容認。服役中にノーベル平和賞を受賞し、治療のため仮釈放されていた中国の民主活動家劉行橋が死去。こんばんは、田村敦史です。阿部明子です。さあ始まりました、田村敦史の聞きたい放題。それでは早速本日のゲストのご紹介です。東海大学教授のキム・キョンジさんと文筆家の古谷恒平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉永さん、またお二人にお越しいただきました、はい、ねえ、なんか今日は二人に愛が生まれる気がします、はい、今日二人の間に、うん、なんかそういう感じがします。愛は愛でも愛戦士かもしれないしね。あー、悲しい方ですね。意外とそうかもしれないのが、はい、私今日はあの午前中にホットヨガっていうのをやってまいりました。そうです。あのものすごい汗をかいたら、はい、もう今眠くて眠くてしょうがない。あ、いろんなことすっきりしちゃってるんですね。だからなんかファイトよりかは、うん、仲良くゆったりとしてる。そんな感じかな、はい、まあね、仲のいい2人が見れるのがね、僕たちの何よりの願いですから。さあ、まずは1週間のニュースフラッシュをご覧いただきました。はい、はい、では古谷さん、はい、どれが気になりますか。まあそうですね、一番かなと思います。初めから賭けありきで進んでたんじゃないかっていう話です、はい、まあ、あの盛り賭け問題というふうにね、はい、まあもう定着しちゃってますけれども、うん、それで内閣支持率が非常に落ちておりまして、うん、はい、でこれがもうどう読むかと、うん、まあ、各社いろいろあるので、うん、まあ支持率が35とか、あるいは今ちょっと時事通信がもう30を若干割ってるということがあるんですけれども、これはもうどう見るかと、まあ、うん、安倍さんがあんまり好きじゃない人はもうこれですわ、もう安倍さんがもうダメになるというふうに言うし、うん、まあ、保守側はいやまだまだ頑張れるというふうに言うんですけれども、これちょっとね、一つね、あ、すいません、指標になるね、うん、ものがあるんです。これ皆さんご存知ですか。あのこのおじさま、ご存知です。あの青木幹雄元参議院議員、はい、この方はね、あの、はい、参議院のドンと言われた方で、この方がですね、青木方程式というものをですね編み出したんです。これは青木率っていうんですね、はい、これはあの内閣支持率と政党支持率をプラスしたものがですね、うん、政権運営や国政選挙の勝敗の目安になるということで、うん、まあ、このパーセントによってですね、あ、こっちか、絶好調から超危険まであるんですけれども、今のその世論調査をどう見るかっていうのをちょっとあのアップしていただきます。あの今が、まあ、例えば読売とかが35ですよね、内閣支持率、内閣支持率が35、はい、で政党支持率がね今、まあ、大体同じなんですけど23ぐらいだと思うんですよ、あの、はい、まあ、前後あるんですけど、それ足すと58ですよね、はい、で58と言いますと、ここで言うと南朝のブレ入るんですね、ここだ南朝、うん、で50を切るとね、青木さん曰く危険水域です、うん、でこれが40になると超危険というふうに、ん、でこれ100を超えるパターンもあるんですよ。要するに内閣支持率が70で、うん、政党支持率が40だと110でしょ、うん、100を超えるともうこれ絶対万々歳安全、うん、で実は第二次安倍政権の誕生した時はここぐらいだったんですよ。だからかなりね落ちてきてますよね、かなり、うん、だから今50はかろうじて上回ってるんだけども、プラスしてまあ各社大体50の前半から後半ぐらいだから、うん、まあもうあと10落ちるとこの青木理論でいうと危険水域に入ってくる。なるほど。でこういうふうにちょっと青木さんの言葉を借りて、うん、こういうふうに数字を見るとどうかなと思いますね。青木理論とか大したことじゃないよね。なんでそんなこと言うんですか。方程式ですよ。でも青木方程式ですから。青木さんが考えたんだもん。単純な算数で1たす1は2で割る2は1ですみたいな。なんかすげえ簡単なことだと。青木さんは参議院のドンとしてね、この選挙の得票と相関を長年練ってこの率を考えました。問題はね、
今の安倍政権支持率がものすごい下がっているのは事実なんだけども、うん、じゃあこれが本当に危険水域で何らかの政権交代、うん、あるいは何らかのポスト安倍的な勢力がガッて固まっていくかっていうと、うん、問題はそういった兆しが全く見えないところにあるんです、うん、ダメなのはダメなんだけど、うん、じゃあ代わり何なんだっていうとそれがない、うん、でこの石破さんはねちょっとオタクっぽすぎる。いやオタクではあるんですけどね。いや石破さん好きよ、あのすごい、あの頭もいい方だけれども、うん、果たしてじゃあ自民党の中で彼はある意味今こう最近こう発言してるじゃないですか、うん、それはもうあのメディアでこうやるしか多分もうない、うん、だから自民党の中では例えば新安倍派とか何派とかもう全部固まっていて、うん、なかなか自分の勢力が大きくならない、切り崩せないから、そうそう、そういうところはあると思うんですよね、うん、で、あの安倍さんのこの政権支持率が急速に低下しているっていうのは、うん、やっぱり海外でもそれなりに大きなニュースに報じられてますか、はい、はい、でその際にやっぱり海外が一番注目するのは、うん、まあ、日本の政権内のどうのこうのっていうよりかは、うん、アベノミックスどうなるんだっていうことなんですね。日本の経済がこの政治によってどういう影響を受けるんだっていうことなんですけれども、うん、アベノミックスってやっぱりいろんな問題点は抱えているんですよね、うん、あの量的緩和っていうことだけをもうどんどんやっていて株価だけを上げていて、うん、実際の成長戦略の部分が欠けていると、うん、しかしながら実際じゃあアベノミックス以外に何があり得るんだと、うん、日本の経済をなんとか少なくともこのレベルでも持ち、うん、維持していけるのはやっぱりそれでも数年間アベノミックスだけだから、うん、もうしょうがない、だからアベノミックスでなんとかもうちょっと頑張ってほしいっていうところはあるんですよね、うん、でこの私はむしろこれがどんどん支持率が低下していくと、まあ、あの注目される勢力としてはあの都民ファースト、うん、あそこら辺が結局はまあ自民党と組むでしょうし、うん、あと今回あの都議選でねこれだけ大惨敗自民党がしたっていう、うん、この背景にはやっぱりその公明党が都民ファーストについたっていうところもあるので、うん、今のこのまあ確かにちょっとまあ芳しくはないけれども、これで何か急激に何か局面が変わるってわけではない。だから安倍さんも閉会後審議に応じますみたいなことを言いながらも承認も誰一人呼ばないわ、うん、でなんか自分が逃げたように見えたくないから出るってなんかその動機自体がふざけてると思わない？ちゃんと、まあ、そうですね、ちゃんと解明してほしいからね。先生ね、あのね、やっぱり、ね、アベノミクスは、ね、株価だけじゃなくてね、あの雇用者も一応増やしてるってことを見ないといけないですよ。私もアベノミクスが、うん、あの、はい、必ずしもいい方法じゃないけど、うんうん、実際その心理的な景気をある程度引っ張ってきたっていうのはあると思う。ただ雇用に関しては、うん、少子化とかもうちょっと丁寧に見ていかないと、今の現象はちょっとまだ分かんない。でもそのこの家計から見るそのあの問題として日本国民がここまで何とか説明をしてくださいよっていうことに関して総理が真っ向から受けてくれないとなるとますます支持率を落としそうな気がするんですけど、これ以上の落としようって意外とないんだけど、一つ注目されるのは時事通信が今日 29% ぐらい出してるんですよ。で同じようにその政党支持率これ 21% 出してます、うんうん、でもそれを足しても51だから、さっきの青木率でいうとまだね危険じゃないんですよ。そうそうそう、青木率、そうそう、この青木方程式で言うと青木方程式だと51だから、いや51っていうのは通常死者誤入するんですよ、うん、そうすると50です。いやそれ50今ね、今そしたらもう危険になりますね。まだあと 1% 残ってるから ね皆さんはこの青木方程式をどう見ますか？さあ、ありがとうございました。そして僕が気になった今週の聞きたいテーマこちらです。北朝鮮 ICBM 発射、それでも新北、韓国文政権と日本の関係は。こちらのテーマについてこの後皆さんにじっくりお話を伺ってまいりたいと思います。そして今日の聞きたい世論調査のテーマは、韓国の対北朝鮮対話路線は正しいと思いますか。正しい、正しくない、わからないの3択です。皆様からのご意見お待ちしています。聞きたい放題では、聞きたい世論調査へのご参加および皆様のご意見をメール、ツイッターで募集しています。番組ホームページ携帯サイトからご利用ください。皆様からのメッセージお待ちしております。50代60代の皆さん、元気に歩みましょう。 DHC のロコモアが元気な歩みをサポート。風間さんがおすすめするのは DHC ロコモア。元気にしっかり歩める体づくりが大事ですよね。
さまざまな部分のしっかりのためにロコモアが欠かせません。 DHC は力強さ、頑丈さ、滑らかさの3要素で元気な歩みを応援。コンゴロイチン、グルコサミン、そして新素材の酵母など17種もの成分を配合。元気な歩みに必要な成分がロコモア一つで取れるんです。元気に歩みたい方はもう飲んでいます。さあ一緒に歩みましょう。 DHC のロコモア、通常価格4320円のところ、今なら初回に限りなんと1000円でお届け。しかも送料無料。お申し込みは今すぐお電話を。5月に就任した韓国ムンジェイン大統領、新たなリーダーは緊張状態が続く北朝鮮との融和を掲げた。南北経済交流の象徴でありながら操業がストップしていたケソン工業団地を再開。また来年開催する平昌オリンピックの南北共催や統一チーム実現で関係の改善を目指した。ところが先週火曜、北朝鮮は大陸間弾道ミサイル火星14号の発射実験を実施。今回の実験はミサイルをほぼ垂直に発射するロフテッド軌道だが、もし通常軌道ならばアラスカ半島に核弾頭搭載のミサイルが到達する計算だという。核攻撃の脅威が高まる中、先週木曜日、ドイツハンブルグで行われた日米韓首脳会談では北朝鮮への圧力強化で意見が一致。それでもムン大統領は対話を模索する考えを崩していないと言われている。北朝鮮の脅威について韓国国民はどう感じているのか。韓国に飛び街の声を聞いてみた。북한은원래주기적으로저희한테위협을가하고그랬지만그래도계속저희는그런공격적인면에서쓰는게아니라계속타협하고도와주면서그런면에서서야된다고생각합니다필요하다고생각하시나요아니면필요하다생각합니다왜냐면북한에어려운사람들이워낙많고북한의정권이바보가아닌이상이렇게대륙간탄도미사일이라든지뭐이런거를쉽게쏠거라고생각은못하고요그냥그거이제앞으로자꾸접촉하게되면앞으로나실지도모르잖아요아대화를풀어야지아그래요잘한그김대중대통령님도그렇고노무현대통령님도돈대준거그미사일하느라고그계속그무기준비한것밖에안되잖아요금전적으로는도와주지말았으면좋겠어요対話で解決するべきという意見が多かった北朝鮮の脅威。一方、楽観できないのが日本と韓国との関係だ。ムン氏は去年7月、島根県の竹島に上陸し領有権を主張。大統領選の公約では慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意の無効化を掲げていた。先週ハンブルグで行われた日韓首脳会談でもムン氏は国民の大多数が合意を情緒的に受け入れられないと主張。合意履行の必要性を強調する安倍総理との見解の違いが改めて浮き彫りになった。しかしムン氏は慰安婦問題が両国の関係発展を妨げてはならないとも強調。日韓両首脳が年に1回相互に訪問するシャトル外交の再開で合意した。日韓に横たわる問題について韓国の人は、만약에그때합의를정말잘했다면다시할필요는없지만만약에저희가억울한부분이나그런부분이있다면다시한번해야하지않나라는생각을한번해봅니다아독도영유권주장이라는건그건좀터무니가없고어처구니가없고만약에그게일본영토로들어간다치면은왜일본에서손놓고있다가자기네당이라고무기고있냐고요지금독도는대한민국에서수호하고있잖아요北朝鮮への対応、日本との関係、文政権で今後韓国はどう変わるのだろうか。さあということで今週は ICBM 発射の北朝鮮に対し韓国は新北路線を続けていくのか、さらに文政権と日本の関係について皆さんと一緒に考えていきたいと思いますが、鈴木奈々さん、はい、いかがですか韓国との、外交。なかなかね一筋縄ではいかない感じですけども、はい、でもなんかその韓国の方は対話をして仲良くなろうって思ってるじゃないですか、北朝鮮とね、北朝鮮と、うん、でも私は対話ってすごい大切だと思うんですよ。だから日本とも対話をたくさん、はい、うん、なんかやっぱり北朝鮮の方たちがみんな
悪いわけじゃないじゃないですか。そりゃそうですよ。そうだからこう仲良くなってほしい気持ちはあるんですよ。そのミサイルとかをやめてほしいから、仲良くなって対話をして仲良くなってミサイルをやめてほしいなって思うんですけど。なるほど。でもずっと対話だ対話だっつってこう対話を続けてきたのに何も進展してないようにも思えますけど。でも対話以外何があるんですか。飲み会とか。これどちらかというと対話でしょ。それは同じです。一番柔らかい対話だと思いますけどね。どうすればいいんだろうな。どうすればいいんですかね。もう二人に聞いてみましょう。古谷さん。いや僕はやっぱりラングン事件とかですね、大韓航空機爆破とかですね、北朝鮮が北朝鮮の領土の外でやってきたテロ事件ということをまあ鑑みた時に、やっぱり一筋縄では対話ではいけないなと思うわけですよ。で、ちょっと前まではテロ支援国家に指定されてたわけですから、そういう国とですね、まあ韓国の人の気持ちは非常に分かりますし、僕も韓国行ってもみんなやっぱり対話、仏韓とは対話するんだっていうふうにほとんど言いますね。ただやっぱり私はやっぱり日本人の立場でそういう北朝鮮のもちろん日本人には拉致の問題もあるから、そういう対外テロっていうんですか、それをまあ実際にやってきたし、さらに対外テロを実際支援してきた部分もあるわけですしね、あるいは核開発をお互い例えばパキスタンとかそういう ところと提携してやってきたこともあるわけで、じゃあそういうことを踏まえた時に手放しでじゃあ対話、じゃあ全然経済制裁も何も取っ払って対話しましょうっていうふうには僕は基本的にはこれはならないですよね。基本的にはならない。だからといってじゃあ武力行使のオプションがあるのかっていうと、それはトランプさんにもそういう腹積もりは、まあ、口で言うだけでないでしょうし、日本にも敵基地の攻撃能力っていうのはほとんどありませんから、だから本当にねこれねどうしようもないって言っちゃどうしようもない。もう対話、だから、ね、最終的に対話に行き着くしかないんだろうけど、まあ、強硬な対話路線というふうにしか言えないでしょうね。なるほどね。キムさんいかがですか。私昔好きでよく見てた日本のテレビ番組があって、はい、どっちの料理ショーっていうの、はいはいはい、だから結構最近じゃないですか、でももう終わっちゃったんだよね。あ、そうですか。一生懸命美味しいパスタを作って、一方では焼きそばを作るんですね。で最後イラッとくるのが、さああなたはどっちってこう迫るわけ、そしたらこうテレビの前で、私は両方食べるっていう、なんでどっちか選ばなきゃいけないのと、美味しいものが2つあるなら2つ食べればいいのに、なんでって残酷な番組なんだっていうことなんだけど、北朝鮮に対する対話と圧力もまさにこれと似ていて、対話が正解だとか圧力が正解だとかではなくて、この対話と圧力の、まあ、微妙なバランスを持っていくしかないんです、これが大前提、両方使わなきゃいけない。これは日本とか韓国、アメリカ、中国、ロシア全部含めてみんな分かってる。問題は政治的にじゃあどういうふうなこう宣言をするのか、政治的にどういう方向に自分は行ってると見せるのかという問題と、あと古谷さんもちょっと触れたけれども、現実的にじゃあこの問題をどのように解決するのかっていう問題とは若干違うんですね。なるほど。そういう意味ではアメリカと日本、それからまあこの間 G20 で韓国も、まあ、今は圧力だっていう、まあ一応宣言をしたわけです、政治的な姿勢として当分は圧力を強めていく、しかしながらそのアメリカですら北朝鮮と5月あたりから水面下の接触をしたわけです、でその結果ワームビアっていう大学生の人質が帰ってきた、ただ彼が死んでしまったので世論が悪化しているけれども、現実的にこの問題を解決するには、まあ、当たり前のように圧力を加えて核を放棄するっていうのはこれもありえないので、どこかで融和策も使っていかなきゃいけないってことなんですよね。で韓国にそのもう一回焦点を戻すと、はい、一方でこの日米韓のこの枠組みの中で圧力をやりますよっていうこういう宣言もしておきながら、一方では対話も重視しますよっていうこっちの宣言も両方してるもんだから、ムンさんとしてはそうです、どうなんだっていうと、ムンさんが言ってるのは、まあ、ツートラック戦略だ、だから別に我々はどちらかっていうことよりも状況によって対話はいつでも始めるうるってことなんで、それはそれで正しいとか正しくないの問題ではなくてね、もうどうせ両方使わなきゃいけない中で、どういう政治的スタンスを取るかってことです。それ最後にもう一つだけ、じゃあ韓国の中ではさっき VTR を見ると、まあ、対話をほとんどの人が賛成しているような非常に偏った編集でしたけど、偏った編集ですか。そうですか。そうです。韓国の中でもやっぱり対話と圧力どっちなんだっていうのはもう毎日のように今議論されてる、もう同じぐらいいるぐらいですか、認識としては。ただ
にもかかわらずやっぱり今のムンジェインさんのああいう対話路線というものがある程度新鮮さを持って受け止められるのは、うん、どこかで圧力疲れみたいなのがあるわけ、うん、北韓国の保守政権10年でしたけれども、うん、アメリカも結局オバマさんの8年、まあ、いわゆるあの戦略的忍耐という言葉で事実上、うん、圧力だけど実際何もしない圧力ね、うんうん、こういう状況の中で北朝鮮の核っていうのはもうますます発展して、うん、さっき VTR にもあった火星14、うん、あの ICBM あれを発射しちゃったわけですよね、はい、だから対話も対話でもしかしたらうまくいかなかったし失敗したと言えるかもしれないけど圧力も圧力で失敗してる、うんうん、だとすればこの辺でどこかでもう一回ちょっと局面転換があってもいいんじゃないかぐらいの世論として受け止めた方がいいです、うん、なるほどね。でもうちの番組のスタッフが韓国に飛んでインタビューしてきてるのにねその偏った一番良くないからね偏るっていやでもねあの僕みたいな普通の日本人が韓国に行って話すと、うん、やっぱり対話っていう人は多いですよ、うん、それはねあの先生は詳しいご専門だからそう思うけど、うん、一般の人がソウルとかピョンチャンとかに行ってやっぱり聞いたらみんな対話って言いますよ、うん、いやあの世論調査をするとね、うん、大体今は73ぐらいで出ます7364ぐらい、ね、うん、でも7の方に行っちゃったんだな。7っていうものにはもうものすごい玉石混合で、うんうん、だから本当戦略的に対話っていうものが必要だっていう人もいれば、うんうん、さっき の, あの VTR にいたあのカップル若い大学生みたいに、うんうん、なんか仲良くしてうまくいけばいいんじゃないぐらいの、まあ、飲み会にね、はい、私は朝鮮と飲み会したいよねって、まあ、そういう、まあ、あの非常にソフトな意見まで全部含まれている、まあ、なるほど、ね、まあ韓国が北朝鮮とどう向き合っていくのかっていうのもね、まあ、見守っていかないといけないんですけど、まあ、このムン政権が、日本にどういう影響を及ぼすのかというか、僕たちはどういうふうにそこを見守っていけばいいのか。あのね、あの日本とか私個人的にはあの結婚したことがないので、うん、罰ゼロなので、うん、あのけちょっと誤解があるのでなんか罰一ですかとか言われることが最近たまにあって何言ってんだと、うん、ね、法的少女だって言って法的少女それもらえますもらえます、なんか叱られるとそんなことテレビで言っちゃいけないって言われるんですけど、もうでも事実なんだけど、要はその夫婦ってなんだろうって思うと、まあおそらくその人生を共に生きていく人なんですよね。日韓関係って結局一番何が特殊かっていうとお互い隣国なわけですよ、うん、これ揺るぎないもんですかね、地政学的なこの運命はまあどうしようもないと、そういう中で過去その60年代以降の日韓関係っていうのは例えば新婚夫婦時代だったわけ、うん、つまり一緒の方向を向いて一緒の価値観を共有しながらこれから子供も立派に育てていきましょうねっていう、いやそれだから60年代 の, その日韓基本条約以降いろいろあったけれども、やっぱり日本は韓国に対して支援を惜しまなかったし、韓国も非常にいろいろ頑張ってその経済成長をすること、僕はねあるんです今日ね先生にね絶対聞こうと思ってたことがあるんですよ、はい、これね僕先生がねあのまさにムン大統領が言ったことですね、はい、慰安婦問題ですけれども、はい、これが今あのキム先生おっしゃったように日韓基本条約の中、キム先生ね、うん、あのおそらく MX の番組でこう言ったんですよね、うん、あの日韓基本条約の中にあの賠償請求っていうのは全部解決されて放棄してるんですけれども、うん、お互いがね、うん、ところが慰安婦は入ってないっていう見解を取ってるっていうふうに自分でおっしゃってた。それがね、はい、僕どうしてもよくわからないんです。で、ここを持ってきたのがね、これすごい1965年の、はい、まあ、日韓基本条約の附帯条項なんですけれども、ここの第2条にはですね、うん、あのまあ、両締約国はこれは日韓基本条約ね、うん、要するに日本と韓国はその国民各法人を含むの財産権利及び利益並びにうんぬんかんぬんをあの完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する、要するにつまりお互いに放棄してるんだっていうふうに条約で決めてるわけ、うん、だから慰安婦のことについていろいろわだかまりがあるのは分かるんだけど、ムン、うん、さんがいやこれはまだ解決してないんだ、キム先生もですね、韓国にはこの日韓基本条約の中には慰安婦問題は入ってないんだっていう解釈をしてるっていうふうに先生がおっしゃってたのが僕はどうしても分からないんです、うん、なんでそう思うんですか。あのさ、まずさ、さっき打ち合わせで何かこそこそ書くなんかね、本番で出したいって言ったのがこれなんですね。これ秘密兵器でも何かと思ったらこれかよって感じなんだけど、そうそう、これどうしてどうしたかっていうと、ここにあの付帯
あのスタイ書類があるの、スタイいろんな協約があって、その中にじゃ具体的にどんな財産に対する請求権なのかっていうのが明記されているんですよ。でその中にはその特にその徴用工と呼ばれるその炭鉱などで働いたその労働者の賃金、それからあの実際その日本に投資したにもかかわらずそれを引き上げることができずにいた財産など、そのいくつかの項目があの5つか6つ掲げられているんですけれども、その中に慰安婦のことは入ってないんです。でもサンフランシスコ市で表明された要するに佐条約の平和条約第4条 A に規定されたものも含めて完全かつ最終的に解決されたことにとなることを確認するっていうことは普通入ってるって解釈するのが妥当で、だから日本はこの条文を持ってもう全て全部完璧に 100% これから先先生ちょっと聞いて僕もね、例えばねアメリカに原爆落とされたでしょ、この感情的にはもうものすごい怒ってるわけでもね、あの日本とアメリカが壊した時にねやっぱお互いの請求権を放棄するっていう形で僕はあの謝ってほしいと思ってるけれど原爆について、でも被爆者の方とか遺族の方に賠償しとは言わないですよ。それなぜかというとやっぱり国際条約でお互いに放棄してるんだから、でもこれが日米関係の戦後じゃないですか、日韓関係の基礎も1965年これでしょ、だからサンフランシスコ市で署名された日本国との A に規定されたものも含めて完全かつ最終的に全部入ってるんですよ。先生だって個人法人を含むの財産権利及びに利益並びに云々かんぬん全部入ってるんですよ。なんでこれを韓国の人がいやこれは慰安婦だけは入ってないっていうのかが僕はちょっと分かんないんで、ムンさんも、韓国での発言ですけど、まあ対日に対しての発言ですけども、まあこのようなことをおっしゃってます。まあもう僕ここ気になったんですけど、日本の防衛がちょっと高すぎるんじゃないかっていうことをね、あの他国のトップの人が、隣国の防衛費にとやかく言うというのはちょっと僕気になったんですけど、踏み込んだ発言をされています、はい、日本が戦争の罪を認めることを拒み島の不当な領有権を主張し軍事費を増加することに懸念を抱くと。まあ、島のその問題はね、まあ置いといたとして、その軍事費のことはどうですか、キムさん。軍事費のことは、まあ、簡単に言うとこう日本もね、あの中国の軍事費が増加してるって相当クレームつけたじゃないですか、確かに、なのでこの周辺国で軍事費がある程度上がるとそれに対して警戒感を示すっていうのは、まあ、よくあることなんですね、ただ、まあ、この文脈を見る限りやっぱり日本が今集団的自衛権をあの認めると、でこれから憲法も改正してやっぱりその安保体制を大きく変えようとしてるわけですね、自民党の案だとあの、まあ、自衛隊安倍さんの案だとね自衛隊を明記するみたい な,、なんか論理矛盾のわけのわかんないあれだけど、自民党の草案だともう明確に軍隊にするっていうことなんで、そうなると韓国としてもこれは当然こう当事者意識を持って日本 の, その安保や軍事あの体制の行方を見守らなきゃいけない、その文脈から出てきてると思います。なるほど、はい、古谷さん。僕はねムーンさん僕割と好きな大統領なんだけど、この発言は僕いただけないんですね、はい、なぜかっていうとね、まずね日本はね第二次安倍政権下でね軍事費をね全然増やしてない 1% 未満ですよ。ところがね韓国は 3% ぐらい増やしてます、自分の国は3倍増やしてるんだけど、ほとんど日本は 1% 弱ぐらいしか増やしてない、まあ、増えてるのは増えてるけど 0.8 とか 0.9 です。韓国は 0.9 です。いやそんなに少ない、だから1年度でしょ、単年度でしょ、だから日本は安倍政権下ですよ、ずっとそれで 1% しか増えてない、だからいやそんとそらあの数字で出てますから、だから 0.9 積み重なっていったらあのここ5年安倍政権に相当する額で、そこは同じ計算法だよ、同じ計算法じゃないんです、韓国の方が増えてるんです、まあ、それはまあちょっと軍事年間とか見てください、それとまずあのそれからなんだ日本はあの中国のキム先生さっきおっしゃったように軍事費あの増加をイチャモンつけてるって、まあそれはそうだと思うんですけど、中国は明らかにあの明らかに軍事費が増えてるので、これはイチャモンというか客観的な事実だと思うんですよね、であの僕一つ思うんですけど、韓国には集団的自衛権ありますよね、で韓国には軍隊ありますよね、で日本にはまだ一応こう軍隊だか何だかよくわからない自衛隊という存在があって、でようやく集団的自衛権を認めたところですけれども、軍法会議もなければあの正式に軍隊という法的規制もないのに、なんでそんなに脅威に思うのかがよくわからないんです。
いや、そんなに脅威に思って言った発言じゃないって。あ、そうですか。だからその安倍さんの下で正確な数字は覚えてないけれども、うん、安倍総理自身がやっぱり軍事費を、うん、日本ってほら防衛費なんか 1% 枠みたいな感じで、うん、決して 1% を超えないっていう GDP の、うんうん、それ言ってたのを、それはやっぱり取っ払うべきだっていう発言もされていて、実際その数字が出てるはずです。なので、まあ、日本が結局、世界が今日本の安倍政権どう見てるかっていうと、さっきのアベノミクスっていうのが一つ大きな括りとしてあるならば、もう一つはやっぱり憲法を改正して戦争できる国になろうとしているっていう、うん、まあ、そこは注目してるってことですよね。実際ただ日本社会がそっちの方向に動くかどうかっていうのはやっぱりいろいろ見ていかなきゃいけないけど、少なくとも安倍政権はそれを非常に模索している政権であるっていうのは、これもう言いようのない事実だから。だからこれ韓国国内向けに、まあ、文大統領としてはこういうことを、この発言はね、さっき打ち合わせで見るとワシントンポスト、日本の、アメリカのワシントンポストですよね、訪米を前にワシントンポストのインタビューで答えてるってことなんで、国内向けの面もまああるんでしょうけども、基本的にはやっぱりアメリカに向けて韓国はこういうスタンスで、うん、まあ、文大統領ってどんな人、弾劾の後の大統領ってどんな人って、やっぱりそこは興味がありますから、うん、まあ、自分はこういう考えを持ってるっていうのを、まあ、青写真を示したと思います。示してると。日本の防衛費なんていうのはビビたるもんですよ、本当に。 1.0%、 1.0 何パーセントですからね、うん、敗戦国ドイツにしたって 1.3 とか6とか、イタリアもそのぐらい、それより低いんですから、うん、これがどこが脅威なのかなと私は思うんですよね。なるほどね。とはいえでも、シャトル外交で、まあ、それはいいことです、ね、行ったり来たりしてきちんとお互いの意見を深めようということも取り組んでますから、うん、とはいえ、こう慰安婦問題をめぐることに結局行き着いちゃうんですけど、だからね、さっき私古谷さんに遮られちゃったけど、はい、さっき新婚夫婦の例えありましたよね、はい、ね、うん、つまり冷戦時代は日本と韓国っていうのはとにかく共通の価値観があった、ね、いわゆる反共、うん、自由主義陣営を守ると、うん、そういう意味で日本と韓国は一緒にならなきゃいけない、韓国も経済発展をして、うん、北朝鮮をはるか西の国になって、中国ロシア北朝鮮に対する日米韓の枠組みで来たわけですね、うん、ところが冷戦は92年に終わってるわけです、うん、まあ、これ夫婦に例えると、まあ、子育ても終わって、うん、まあ、夫もある程度出世して、うん、で、まあ、子供はみんな独立して、うん、中年夫婦になったわけ、そのあたりから、はい、で中年夫婦になるとなんか一緒になってなんかこの人生を生き抜いていこうっていうよりかは、うん、まあ、各自独自の声を出すわけよ、うん、環境も違ってくるので、うん、自分が目指したいもの、私はこんなことやりたい、いや俺はこんなことやりたい、だから日本と韓国っていうのが、そういう意味では中国や北朝鮮を見る目や態度によって若干の違いが出てきた、うん、でもとりあえずはちょっと握手しましょうと、うん、だから安倍政権もね、パク・クネさんの末期にはそのプサンの肖像の問題でその長峰大使を招致したり、うん、スワップ協定中心にしたり、うん、相当強硬に出ましたよね、うん、あれはパク・クネ政権の末期だから、うん、今のタイミング逃すとできないっていうのは分かってたからなんですね。だからこれからは安倍さんもある程度韓国に対して何か慰安婦問題をどんどん取り上げてくるというような方向にはいかないと思います。いいですか、はい、僕は日韓がね夫婦だっていうのは僕あえてね否定させていただきたいんです。それはね日本はねやっぱりね暴力的な部分があった夫だと思いますよ、もし夫婦だとしたら、うん、それはやっぱりね、19世紀の終わりから、うん、韓半島に対してね、うん、やはり植民地化したということは真摯に反省しないといけないと思います。なるほど。だからこそ僕はさっき言ったようにそれを清算する1965年の日韓基本条約がスタートでしょって言ってるわけですよ。なるほど。で それが違うって言われたら、うん、どうしようもねえよってことを僕は言ってるわけですよ。いや軽い気持ちで例えた冗談にこんなに真剣に反応大人げ、大人げないですね、フリーヘン。申し訳ございません。今日のフリーヘン、大人げないという。以上、今週の聞きたいでした。さあ、そして今日の聞きたい世論調査では韓国の対北朝鮮対話路線は正しいと思いますかというテーマで生投票を行っています。投票への参加はまだまだ受け付けています。はい。そしてお知らせの後は南北統一チーム共同開催が検討される平昌オリンピックについて考えます。目に高画質、耳に重低音、重低音バズーカ搭載レグザ誕生。レグザは音まで美しい。東芝。ファイナルファンタジー15から終わりなきアドベンチャー RPG 誕生。ファイナルファンタジー15新たなる王国、今すぐ無料で。
東京に新しい風が吹いています。東京の今を感じてください。昨日より素敵な朝を、東京インフォメーション、皆さんにお届けします。ホラン千秋です。東京で働く様々なスペシャリスト、その技と情熱をクローズアップ、東京ジョブズ、毎週水曜夜9時55分から。いよいよ来年に迫った平昌オリンピック。しかしここに来て韓国政府が北朝鮮との共同開催や統一チームの結成などを検討していることが判明。実現の可能性はどのくらいあるのか、そして国民たちの反応は。そこで本日はその実情を追跡します。まずは韓国情勢に詳しいジャーナリスト高槻康さんに、韓国北朝鮮共催統一チーム構想のこれまでの経緯について伺いました。1953年に朝鮮戦争が休戦して、で韓国と北朝鮮これからどうするかと、で戦災から多少復興した1964年 の、 東京オリンピックに韓国北朝鮮の統一選手団として出場できないかということが当時議論されたんですけれども、まあ、やはりそれは物別れに終わってしまいまして、ソウルオリンピックの時にも共同開催まで含めて議論されたんですけれども、結局北朝鮮選手の出場すらままならず、でところがそれから1991年に日本の千葉県で行われた卓球の国際選手権でようやく初めて単一チームというのが出場してですね、女子の団体で見事優勝するという結果になりまして、でまたここに来て改めて今年不足したムン・ジェイン政権で、また特に今こうやって ICBM ですとかそういう中で韻国としてのその存在感っていうのが非常に問われている中で、ムン大統領がまた今回のオリンピックを、利用する形で南北の融和というのを演出できないかというのは、そういう意図があるのかなと思いますね。ここで韓国北朝鮮共催統一チーム構想について韓国の人はどう思っているのか、ソウルと開催地平昌でお話を伺いました。같은동포니까남북이반으로갈라졌다해도그래도한민족이니까잘된것같다고요。아마북한의선수들수준이우리나라선수들보다더낫지않을까，출전을많이못해서는거지，더낫지않을까，더전력이더증강되지않을까하는생각이들어요。우리가당연히북한선수들이와서우리와함께해준다이러면다같이응원하고，또남북이함께되어서동시응원함으로해가지고우리한민족의그어떤숨어있는힘을이번에세계만방에떨칠수있는좋은기회라고생각합니다。대통령의제안을북한쪽에서겸허히받아들여가지고남북이이올림픽을통해서좀더가까운사이가되기를원하고있습니다。평창올림픽을할수있다는것자체가통일에대해다시한번꿈꿀수있는기회가아닌가생각합니다。賛成意見もある韓国北朝鮮の共催統一チーム構想ですが、具体的にどうするのか、そこには問題があると言います。改めて高槻さんに伺うと、最も南北の共同が進んだ状態がもう共同開催ですね。つまりこの競技は韓国、この競技は北朝鮮という形で、分散開催のような形、北朝鮮でもし開催できるとすればということで候補に上がっていたのが、そのマシンニョンスキー場という最近できたスキー場があったんですけれども、ただここも IOC の基準を満たした施設かどうかというのはまだ調査すら行われていない状態ですので、でその次単一チームというのは特定の競技について韓国と北朝鮮がもう一つのチームとして出場するというのが単一チーム
という構想ですね。議論されているのは女子ホッケーなんですけれども、どうしても実力差があるというのが一つ問題がありまして、というのは北朝鮮はウィンタースポーツが非常に弱いんですね。まあ、すでに韓国で二十数人の出場枠があるところに、まあ、何かそういう平和の象徴という特別枠で、まあ、無理やり突っ込むような形ですね。ただそれをやってしまうと、今までピョンチャンを目指して頑張っていた韓国の選手が北朝鮮の分割り送って出られなくなってしまうという問題がありまして、開会式での同時入場というのも一つプランとしてあるんですけども、北朝鮮のウィンタースポーツが非常に弱くてですね、韓国の選手団が大体130人ぐらいいたとして、北朝鮮がおそらく5、6人とかそういう選手しか参加できないようなことも、まあ、あり、まあ、かなりその可能性が高いんですけども、その130人対数人というバランスで統一旗を掲げて入場するということが、今度韓国国内で合意が得られるのかというのも非常に問題されてますね。あるいは共同応援団というものを双方が組織するということもありますね。共同応援団というのが2013年のインチョンのアジアンゲームという国際大会で北朝鮮側の美女応援団ですねがやってきて一緒に応援をしたというようなことがありまして、まあ、それも一つやっぱり、まあ、南北のその融和を象徴するイベントの一つとして選択肢ではあったんですけれども、でその他にもですね、例えば北朝鮮のスキー場をその練習トレーニング施設として期間中利用するという方法もありますし、あとは聖火リレーに北朝鮮が参加するですとか、共済統一チーム構想について賛成意見もある一方、懸念を持っている人もいるようですが、平和ということはいいんだと思うんですけど、それはちょっと問題があるんだと思います。理由は実力差とか、平昌のオリンピックは韓国のピョンチャンが一生懸命に準備したオリンピックで、朝鮮がこの時期に一生に開催するのはちょっと저관심없어요아마뭔가를요구를하면서하자그러지않을까싶어요저는제생각개인적으로는아니성공은해야돼요성공은해야되지만우리여기평창읍지역에서는솔직히좀외면당한그런지역이에요숙박시설도없지만일반공원시설이거나휴식공간뭐이런건없잖아요그리고여기서올림픽경기장까지1시간거리라그러면깜짝놀래요길이잘뚫린건사실은있어요한가지는그대신사람들이다빠져나가요調査の結果、韓国北朝鮮の共済統一チームについて賛成している人が多かったものの、中には懸念を持っている人もいるようでした。皆さんはどうお考えですか？さあ、ということで今回は南北統一チームや共同開催が検討されるピョンチャンオリンピックについて考えていきたいと思いますが、鈴木奈々さんはいかがですか？はい、でもなんか先ほどの VTR を見たら、うん、その韓国の方もすごくこう北朝鮮と一緒にやって仲良くなりたいんだなっていう気持ちはすごく伝わってきて、うん、でも今回のこの平昌オリンピックでその一緒に組むことによっていい関係になれたらいいなっては私もすごい思いました。なるほど、はい、どうですか、共同開催した方がいいと思いますか？それでなんかいい関係になれたら共同開催してほしいなと思います。私は賛成派ですね。あ、じゃあ共同開催も統一チームを両方やった方がいいじゃないかと。そうですね。さあ古谷さん、いいか悪いか以前に、はい、現実的に無理です。無理だから政治的にやっぱりそのムンさんがやっぱこういう融和政策、うん、だからその人道支援、今北朝鮮とその韓国の関係って保守政権10年の時にもう日本以上の、まあ、やっぱ敵対関係というか圧力を加えたわけですよ。だから全ての交流やチャンネルももう全部断ち切れた状態、うん、なのでそれをちょっと徐々に再開する、そういう時によくやるのがその人道支援や、うん、あるいは離散家族のまあ再開、うん、それからもう一つがスポーツ交流なんですよね、うん、そういう意味でピョンチャン五輪っていうのは、まあ、それこそ世界に南北のあるいは南北の融和政策、文政権のこれをこう世界に発信できる絶好のチャンスなので、うん、それを言ったのはいいんだけれども、はい、2つ大きな障害があって、1つはまず時間的に来年の2月ですよ、うん、今もう7月でしょ、うん、期間がもう前準備の期間がね、そう91年の世界卓球大会で、うん、その初めて南北統一チーム、この時はもう2年以上にわたって20回以上わたって話し合いをしたんだけれども、まあ、それが一つ、もう一つはやっぱり北朝鮮がやる気ゼロ、へー、今の
のところ、まあ、北朝鮮のことだからあれだけど、こういうさまざまな提案をして、実は意外なことに IOC のバッハ会長もすごい乗り気で、あ、じゃあなんとか北朝鮮が参加できる方向でっていうふうに言ったんだけども、それをもう一言でもうたわごとだって言ったんです。何寝ぼけたたわごとを言ってると、だから北朝鮮としてはさっきいろいろ VTR にもあったように、そもそも選手団の規模も少ないし、あの冬季スポーツの実力ってやっぱりずっと低いんですね。北朝鮮ってやっぱり柔道だとか女子サッカーだとか夏季種目に強くて、だからそういう弱い自分たちの姿をわざわざ見せに行って韓国に花を持たせることなんてやりたくないと。あ、そっか。じゃあ、まあ、南の、ね、意見しかどうしてもインタビューできないですから、ね、行けなかったでしょ北に。本当は北の人の、ね、意見も聞きたかったですけど、あんまりだから乗り気じゃないという、まあ、古谷さん本来あの僕はまあ賛成ですよ。あの、というのはまあ当事国が決めることだと思うんですけれども、まあ共催はともかく統一チームっていうのはまあ金先生おっしゃったように難しいのかもしれないけれども、そもそも五輪の、あの五輪の理想というのはね、別にその政治とか云々とかじゃないですから。ところが、オリンピックっていうものはね、どうしてもその当時の政治状況に左右されますよね。一番大きかったのはモスクワオリンピックをボイコットしたわけですよ。日本だってボイコットして、アメリカを引き連れてね、西側の諸国が共産国の開催をボイコットした。ところがでもモスクワでは一応やったわけですよ。で、今度逆に共産国は西側の大会をボイコットしたわけですよね。だからそのオリンピックっていうのは本当は純然たるね、このスポーツの、記録とかですね、体と動かして公平をということで、全く政治とは実は関係ない。だからやっても何ら問題はないはずなのに、どうしてもなんかこうね、あのもうそれ本当にモスクワ以降、まあ、その前からあったでしょ、あ、まあ、もちろんそのあのナチがやったベルリン五輪もそうだったけれども、どうしてもねこう政治と絶対結びついちゃうところがこれぐらいの大きなイベントだと、だから僕はスポーツあんまりね、実はそこまでね、あのインドア派なんで、そこまで、あんまり詳しくないんだけれども ね、だちょっと悲しいことは。オリンピックの政治的意味ってやっぱり、あの相当大きいんだと思います、で、あの今ムン・ジェイン政権が北朝鮮と対話路線というのを模索している中で、やっぱ今の段階で例えば金鉱山観光の再開だとか、ケソン鉱山の再開とか、これやっぱりあのできないんですね。その観光業にしても、で特にケソン鉱山なんかは大量の賃金の名目で、あの、まあ、いわば現生が北朝鮮に入っていくと、お金流れるから、これは今国連が非常に厳しい制裁を加えている中で、その直接的な現金やあの金銭的支援っていうのはこれ禁止してますので、これはできないとなると、やっぱりできるのは人道を、あるいはその人的交流、あるいはそのスポーツ交流なんですよね。だからそのスポーツ交流の中で、まあ、あのもしあり得るとしたら、まあ、あの同時入場とか共同応援団なんだけれども、これもやっぱり夏季五輪だったら可能だったわけ。お互い選手団がいて、熱い選手団持ってるから、そう、過去にも一緒にあの入場一緒にしたことがあるんですよね。だからそういう前例もあるけど、やっぱこの冬季だと北朝鮮が負い目を感じちゃうから、だって5、6人をさ、まあ確かにね、あの進行するときどこに入れる、一番真っ先に入れるところ韓国が反発してたし、まあね、かといって後ろに乗せてもあれだし、ところどころ散りばめさせたとしても存在感ゼロだよ。そうですね、これあの地元の方がほら平昌五輪ってものすごい何回も冬季五輪に立候補してチャレンジして、そのたんびにようやくね何度目かの正直でやったから、地元の人もまあもしかしたら実際は反対の人も多いのかもしれない。あとね、日本も東京五輪ので取って、でいや復興五輪で宮城県でもやりますとか言ったけど、IOC がそれはダメだって言ったでしょ、東京だから。だから平昌もその制限は同じように受けるんですね。ね、どうですか杉永さん、どうやら共同開催統一チームなさそうですけど。いやでもなんか今日この二人に愛が生まれた、あ、そっちの方が、はい、はい、気がするのでよかったなって分かりました。正しい1200なら正しくない3259、分からない992ポイントです。正しくないというご意見、ヒロさん41歳男性、北はこれまで情報を引き出すために様々なことをしてきました、単純に対話をしても支援だけして終わりになると思います、というご意見でした。たくさんありがとうございました。ではここで奈々ちゃんがお送りするお天気と今日の総括です。はい、お天気予報です。キムさん、古谷さん、この後2人でじっくり対話して愛を育んでください。それでは空の様子を見てみましょう。ご覧いただいているのは半蔵門お天気カメラの映像です。ただいまの気温は 29.9 度となっています。明日は日差しがあっても、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。日中の気温は
34度前後で厳しい暑さが続くでしょう、うん、今日私が一番気になった言葉はじゃーん、法的処女。法的処女、キム先生は法的処女です。あくまで法的に、はい、法的に、あくまで法的に、はい、そして来週は元松岡農水大臣秘書官の池田和孝さんと消費生活アドバイザーで栄養学博士の井出留美さんをお迎えします、はい、日本の食料自給率と食品ロス問題やフードバンク活動について考えます。メッセージやご意見お待ちしています。はい、ではご意見ご紹介しましょう。ポニーさんから、36歳の男性です。キムさん、これまで怖いイメージがありましたが、ジョークもおっしゃられたりと面白い方なんですね。討論している時のギラギラ感とちょっとおちゃらけた感じ、どちらが本当のキムさんなのでしょうか、うん、だからどっちの料理ショーじゃない、どっちもキムさん、今日はホットヨガに行って機嫌がいいだけですよ。よかった、いろいろとスッキリしてるからね。今のとは違うキムさんでしたけども、はい、そして古谷さんとキムさんのやり取りももはや夫婦漫才、夫婦漫才ですねというご意見も来ています。ぜひ M1 目指していただきたい。